呪術廻戦呪術トーク2期。皆さんこんにちは。テレビアニメ呪術廻戦究極メカ丸役の松岡義嗣です。これでアルティメットメカ丸の方がなんか正式なんだ。分かってるです。でもね、この台本に漢字で究極って書いてある、でも今だとさ、ムタ君の方がもうなんかそうね、ちょっと馴染むよね。改めまして、真人の声をやってます、島崎信長です。そしてですね、テレビアニメ呪術廻戦をゲストを交えてトークで深く掘り下げる、ゲストを交えて、呪術トークスタートしました。イエーイ、イエーイ。ゲストは誰の？ゲスト俺たちだよ、俺たちゲストの。俺たちゲストの。お2人、ゲスト2人すごいね。イエーイって言って、あいつは来ない。これなぜかというと、まずはお知らせなんですけどね、いつもこの番組のパーソナリティを務めている虎杖悠仁役の榎木淳弥さんですが、本日なんと、コロナにかかりましたのためお休みとなります。今の人誰？わかんない。なんかよくわかんない中途半端なものが出る。でもなんかかかっちゃって、あーっていう気持ちは伝わった。そう、ね。ということで、なんか俺ら代わりにやっからさ、そう、ちゃんと休んでくれ。ゆっくり休んでくれマジで、全然気にしなくていいよ。ほんとごめんねって言ってた。そうそうそう、連絡したら、本当に気にしなくていいよ。大丈夫、こっから俺らが乗っ取るから。ね、乗っ取りムーブね。乗っ取ってこう。そう、我々ね、もうどんどん乗っ取っていこうってこと。模索してるから。だって実際さ、この辺のアフレコの話数になってさ、もう俺らが乗っ取ってやろうぜみたいなって言ってたもんね、本編を。それがちょうど皆様が今度見られる、7話でどうなるのかっていうのは、原作を知ってる方はこう分かると思うんですけど、そうね、アニメで追ってるよっていう方は、胸熱な展開が待ってるので、ぜひとも楽しみに待っていてください。思いますよ、はい。しかもなんかすごいね、ちょうどさ、榎木君がさ、こうお休みってなった時にさ、ちょうど俺ら2人ゲストの回だったって。なんか、いや確かにね、転んでもただじゃ済まないみたいなさ、ね、なんかいつもさ、なんかこうゲストとかこう、ね、自分たちがバーってなった時に、いやなんか2人ともスケジュールが取れないんですよって結構愚痴言われる側じゃん。そうだね、それがバッてあって、ここで満を持してみんなで話すぞって時に、ほえおいユージみたいな感じ。まあこれはもしかしたら多分こう天からのメッセージとかね、お前ら2人しっぽり話せよ。あと榎木淳弥ちょっとだけ休め。あ、そういうことか。お前は疲れてる。いや実際疲れてるか知らないけど。いやでもね、榎木君もね、闇が深いからね。まあそうね、肉体的な話じゃなくてね、そこを持ってね、だからああいうねおもろい芝居が出るんだけども、ということで、今回はこの2人で、7話でガチガチにやり合う2人で、お話しさせていただきます。ということで、呪術廻戦呪術トーク2期、本日は僕ら二人でお届けしていきます、最後までよろしくお願いいたします。呪術廻戦呪術トーク。改めまして、テレビアニメ呪術廻戦アルティメットキャノン役の松岡義嗣です。ウルトラキャノン。あれな、やっちゃったな、なんでちょっと、いや全然意図してなかったんだけどな。いやでもよかったよ、やってる。ああごめんなさい、まあ、人役の島崎信長です。はい、さてですね、今回は榎木君に代わって僕らが番組をお届け中です、はい。まあてことで、まあそのアルティメットキャノンではなく、アルティメットメカ丸こと牟田幸吉、内通者だったみたいなことかね。まあこれもね、ちゃんとこう6話を見ていただけたらわかると思うんですけど、ちゃんと、まあ、ちゃんとっていうか、やっちまいましたよ。内通者として。やっちまいましたんですけど。やっちまったけどね。ちゃんとそれには意味があったんです。意味があったね。まあ、やったことは許されないんですけども、まあでも本当に生身の姿で
みんなに会いたいと。そうだね、特にあいつには会いたいと。そうね、うん、素敵な話なんだけど、まあ悪魔と手を組んじゃったね。そうあのね、これがね本当ダメだったのが、うん、あのいわゆるこう無田幸吉って、うん、無意天変じゃなきゃ直せなかったのよこれ。そうなんだよね、うん、これしか手がなかったんだよね、うん、元に戻るためだったら。そうそう、うん、しかもさ、うん、言ってみればそのまあメカ丸こと無田幸吉って、うん、生まれた時からもう天陽呪縛で、うん、あんなに、むしろあのあれだよ、あの恵みのお父さんの方が恵まれてるわ。まあそうだね、あんなに呪力がないってなったけど、うん、あんなに異常な身体能力を持っててさ、ね、だってあの五条悟に土つけたね、うん、男でございますから、うんうん、貫いたしさ、ね、バス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 太ももぶっ刺してさ、ね、うん、生体も小安さんだしさ、ね、赤くらって生きてたんだよ、うん、まあ紫くらって死んだけど。そうだね、強いね、覚醒した五条先生にはかなないですわ、うん、ね、でね、まあ、うん、直して、うん、まあ、いただいてって言い方します。直していただいて、直してあげたよ、ね、ちゃんと綺麗さっぱり、うんうん、じゃあやるかっていうそれがね、逃げちゃったと思いきやですよ、うん、とんでもないの出てきたね。ね、うん、あのダムみたいなところで ね何アニメだろうみたいな ね皆さんお楽しみにって感じなんですけど、うーってなっちゃうから。そうだね、うん、いやでもあの真人的にはすごい、うん、あのいいんじゃないってあの前の話数のね最後で言ってたけど、あ楽しそうだったねあそこ。楽しいもんだって、うん、だってあーもうなんかそもそも、うん、あのまま戦ってても、うん、まあどうせ雑魚だけど、うん、まあまあまあ今の自分のちょっと力とか試したりちょっと経験積むのに、うん、まあまあまあ経験値5ぐらいにはなるかぐらいの気持ちだったんだけど、うん、ね、イージーモードの無双みたいなね、うん、そうそうそう。でしかも逃げたし、あーもうめんどくせえなーっつって。あそこの言い方マジでよかったよそう、うん、本当になんかもう本当、うん、本当なんかもう、ま、こうマジの戦いがしたかったのに、うん、もう出鼻くじかれた感のあのダウナーな感じ。そう、そもそもなんかこうスライム程度にしか思ってないのにさ、うん、それが逃げちゃったからさ、うん、もう余計にあーって、うん、なってたらよ、うん、まさかあんなになって帰ってくるとは。そうザーって出てくるということで僕的にはいいんじゃないと、まあ、人的には大変テンションが上がっておりますが、はい、うん、あとなんかあれだね、次の話数の宵祭りのなんか線画デザインビジュアル僕見たんですけど。ああ公開されてたやつね。そう、ムタ君メインのね、うん、あれの超かっこいいやん、ねえ、うん、あれがあるからこそ次の作品、あ次の話数が引き立つん、うん、引き立つね、うん、まるで主人公のようなビジュアル、うん、ねえPV の時から出てきたけどねそうだねすごいね、ニッってしててね。いやでもさ、ずっとあのもうすぐ来るね、もうすぐ来るねって、まあほら、うん、あの皆さんもご存知の通りしばらーくね過去編をやってたんで、うん、私たちもそうだし、イタドリスが出番がなかったわけで、うん、そうそう。ででもあの僕らこうキープは入ってて、そう、まあ呪術廻戦収録進んでますよっていうことは聞いてるわけですよ、うん、で、あ俺らもうすぐ来んな、もうすぐ来んなって、うん、2期がもう決まったずいぶん前の時から、うん、あ俺ら2期始まったら、うん、もうで渋谷事変になったら、そうだよ、俺らのやり合いから始まんじゃんってずっと言ってたもんね、うんうん、なんか別さっきのいたあの、うん、いつやの自分たちみたいな。そうだね俺らどの作品でもそれやってんな始まんなっつって、俺らのあれだな、殺し合いだぜはい、あのそうなんです、私たちねすぐあの俺たち2人でなんかこうがっつりやるぞっていうのが待ってるとすぐ俺ら連絡取り合う、そうそうね、やってやろうなっつって、うん、もう乗っ取ってやろうぜ、まあね、呪術廻戦ぐらいの気持ちで、はい、まあでもここまではね、うん、本当に、まあ、6話まで、うん、で7話見ていただけたら分かるんですけど、うん、6話までは本当に本当に青が澄んでいましたよそうだね、うんうん、だから、うん、それが何色になるのかも皆さんで見てください、うん、はい、楽しみにしてもらえたらと。まあでもあのちゃんとね僕たち一緒に収録できたんだね。そう、うん、あれはねすっごい良かった。6話も7話もどっちもね一緒に撮れたもんね、うん、うん、だからねなんかなんだろうね、うん、こう
まあ、自分の中でもその牟田浩吉っていう役の中で、うん、バッて思って考えたのが、うん、やっぱりこう真人っていうのは、うん、浩吉の中では通過点なの。そうだね、超えなきゃいけない、うん、で一番に絶対にやらなきゃいけないやつっていうのが、うん、下等なんだよ。そうだね、あいつも帳を下ろしちゃったから、うん、連絡取れないからね、下等なんとかじゃないと、うんうん、だからもう本当になんか俺絶対負けないぞっていう気持ちでやってた。そうだよね、なんか、まあ、当然真人もそうだけどさ、うん、まあ、この先の展開がね、うん、まあ、これは原作があるけども、うん、オリジナルだったとしても、うん、仮に先の展開を聞いてたとしてもね、うん、例えば実はここで真人負けるんですよみたいなことを聞いてたとしても、うん、やっぱやる側はね、うん、先の展開島崎信長と松岡一が知ってるけど、うん、本人はもう勝つ気しかないから、そう、うん、その中の世界の人は未来のことなんて分かんないからね、うん、だからなんかそこがいいんだよね。なんかさ、俺どうせ負けるしっていう思いがどっかちょっとでもあったりするとさ、そう予定調和になっちゃうんだよね。そう、それがね、あの声色に乗っちゃうんだよ。乗っちゃうんだよね。なんか負けてる、うん、負けてるみたいな、うん、俺も過去の現場で何回も言われたことある。あるよね、もうね、松岡君負けてるって負けてるもそうだし、逆に勝ってるもあるじゃん。あ、そう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 、勝つって知っちゃってるやつとかさ、うん、だからちょっと余裕が出てきたりさ、そうそうそう、うん、あとなんかこの後こう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 なって裏切るとかさ、うん、そういうの分かっちゃ乗っちゃってるみたいなね、うん、芝居にその先の展開を見据えちゃってるみたいな。だから極力マイクの前に立ってる時は考えない。そうだね、忘れた方がいいね、うんうん、なんかもちろんね、その台本読んだ時のこととかそういう必要な情報は持ってるんだけど、うん、なんかそれを変にこう考えすぎないで、やっぱ必要な情報は自分の中にあるんだけども、うん、でもその場で初めて聞いて心を動かすみたいなことが毎回できたらなと思ってやってはいますね、突き詰めなきゃいけないから ね、 だから、まあ、7話も、まあ、詳しいことは言えないけど、うん、やっぱ、まあ、当然あの流れだからやり合うわけですよ、うん、バチバチに。楽しかったもん、すごい。そうね、うんうん、なんかお思った以上にやるじゃんとか、うん、あれっつって、うん、なんか虫みたいなゴミみたいなもんだと思ってたら、うんうん、あ意外と意外と経験値になるかもねみたいな、うん、もあったし、足にはなるな、そうそう、もあったし、あれ思ったよりやるねっていうのもあったし、うんうん、でね、牟田くんなんかはもうね、最初からもうがっちりね、全く舐めずに全力だからさ、全開だったもん、本当に、うん、だって目的がねちゃんとあるもんね、うん、だからさ、うん、俺とあるシーンの、うん、7話のとあるシーンの、あのめっちゃ好きなシーンがあって、うん、言えないんだけどあそこかな、あそこがねすっごいね、なんかあのめっちゃシンクロした。さあどんなんなのか、今すごく僕たちはこうギリギリのこうアウトラインをギリギリを今、ね、反復横跳びしてるんですけど、やっぱもどかしいね、うん、そうなんだよね、よくさ、こう舞台挨拶とかでもそうだけどさ、じゃあ上映前です、上映後ですってさあるじゃん、うん、上映前がね一番困るのよ。そうなんだよねどこまで行っていいか分かんないし、うんうん、もうだって今全部無視して話したいもんね、そう7話のこと、うん、だってさ上映前にさ、うん、見どころはどこですかって言われたら、いやいや言えるわけないじゃんその質問自体おかしくないって言ってなるね、うん、声優のジレンマだよね、それね、うん、だって今もさ油断するとさ、だって7話の話振りそうになるもん、いやそこのあれさとかさ、うん、言いそうになるもんね。あ、まあでも言っても問題ないであろうところは、うん、ビッグメーカーの方の、うん、音声も余一がやってる、うん、だからね音が加工されてるんで、メカの方の声もね、うん、おたけびも余一がやってますよ、はい、そう、うん、あいいこと言ってくださった本当に、いやでもなんか、うん、想像以上のおたけびやつだな、そうだね、加工されたからこそにあれだってさ途中さ、うん、すげー長く引っ張ってくれっていうのあったじゃん、なんかそうここまでやってくれみたいな、うん、そうで結構こう大きいものやる時のね、うん、こう低くして、うん、でしかもあの巨大感の雄たけびっていうのやる時って、うん、まあ、端的に言うとね、ちょっとね息の消費量が大きい発声の仕方になるんですよ、自然と。そう足りないんですよね、うん、高い方だったらいくらでも伸ばせるんだけどさ、そう蚊みたいな声出せばさらに伸ばせるそうだね、うん、意外とその蚊みたいな声がさエモかったりするんだよね、うんうん、でも低いのだともうボーンって出すしかないからそう維持できなくなるの。
でもね、しっかり出してたし、うん、オンエアでも、まあ、これから皆さんにはご覧いただくんですけど、うん、いい感じになってたね。なってた。なってたね。頑張った甲斐があった、うん、ちゃんと台本の方にもさ、うん、ムタとメカ丸ってなってた。あ、なってたね、うん、なんかそこもね、まあ、まだ皆さんに見ていただけないんだけどね、うん、すごいいいよ。やっぱそのこうムタがもちろん肉声でおーってやってるところもすげえいいし、うん、メカの方がなんかこうあえてメカのちょっと加工声だからこそムタの気持ちすげえ乗って聞こえるとことか、うん、なんかいろいろあって、あの辺の演出も良かったね、うん、すごく。ってことでもうね、メールそろそろ行かないとね、多分メール読まずに終わりそうになってきたんで、うん、メール読もう。メール読もう。うん、はい、レノアさんからいただきました。ありがとうございます。